ちょっとあれだけどね、狭いけど、だからこれで十分できるよ。どうする？いや、はい。うん、朝表やって俺ね裏やるからさ、はい、2とまず2回やろう、はい、あんたとると、はい、そういうことでしょう。監督と、はい、いいですよ、いいですよ、いいんだろうか、はい、結構ですよ。いい、それで、はい、合わせて動きますから。まあ、歩いてみればいい。大丈夫。ここは危ないけど、ちょっと我慢すれば。やるか。ずこれ表使いの。はい、今年は一頭やるか。
い。大丈夫ですか。大丈夫。いつとかやる。あ、貼り付けです。大丈夫やってみてついてたから、はい、まず俺やってみるぞ、はい、1本ずついい差し線差し線2本やるぞ、はい、あそうはい、文字構え、はい、えい、貼り付け、はい、あ、大丈夫か。やっ、やっ、えい。トラブリ。やっ、えい。カズキ。はい、えっ、滑るんだよこれで一応全部終わったんです。それでちょっとみんなせっかくだからねみんなやるから俺もチラチラってやるから、はい、あ、いや、あ、よっ。
やろ。はい。張り付け。はい。鳴らし打ち。はい。はい。トラブリ。戦打ち止め。やっ。これ一番最後はね、切れ落としっていうね極意なんです。これはどうかったらちょっとまっすぐただ落とすだけなんです。それが極意なんです。いかにまっすぐ落とせるかな。あっと。だから切り落としなんですけどね、一刀流がちょっと上で、だからね、二刀なんだけど一刀つかいでね、大概いいものね盗んでるんですよ。だからこれがね、普通にやってんだけど、同じ人のね切り落としっていう極意見です。
何ともないのことね、勝つっていうのはね、それが優しいようで難しいんですよ。まあそんなわけです。これで全部終わったんです。だから、じゃあここだ、せっかくだからそのね、基本ちょっとやる。基本ですか。ええ。まあね、ね、こうするためにはすごく何ともなさそうんだけど、なかなか触れないんです。ですから、まずは構えると考えればいい。上段から下段にただこう構えて一歩こうだ。これをね、バカみたいに繰り返せばちゃんと打てるようになる。そんなあったらみんなただファーッとなっちゃうんです。だから初めから落とすって無理なんです。ですからまっすぐだったらまっすぐただまたこう戻したらこれ引いてからまた一歩こう出しちゃう。右足なんですよね。だからこうしたらあと一歩こう、それで必ずそれと一緒にこうなった時これが一直線になること、これ力学の法則なんです。こうなったらこれはダメね、こうなること、これが最低の原則なんです。そうすると全部力がこっちにかかるんです。ここでやったらここで止まっちゃうんです。これ持っちゃうとダメです。これをきちっとこう伸ばしていくと力全部ここに加わるんです。それが最低の条件なんです。だからこれを始めからしよったって無理なのもですから、とにかく普通こうしたらただ中段にこう、中段も今の人たちこうやるんですよ。これきちっとこの伸ばす、そうするとここの筋肉がきちっとできるんです。これこれが一つこう進んでる、まあこうこれ中断した。そしてスッと。この繰り返しだけね、続ければね。っていうのは、これ重力がかかるもんですから、この、ただここで止めるだけでも、これ打ったと同じ運動が起きてるんだ、本当は。だから筋肉ちゃんと使ってるもんですから。だから、ね、単なるただこう落としてるんだけど、これは大変な運動するんです、これ。これを繰り返すんです。最低一つのね、打つ条件としては、ただこのまっすぐのことがこうできたとしてならば、これまっこれだって同じなんです。それから人間でやってみましょうか。誰？あとそれだ。大丈夫ぞ。まあ。まず分解してやりますからね。要するに、今日も人間で言ったらね、この発想を構えるんです。それで、薬丸人間で言ったら、こう取るんです。ここの点が、この点、ここ取るんですよ。だから、その統合はこう構える。だから、これでやってみますよね。まあスローモーションでやる。ここでズバッ。じゃあこれをね、普通の速度でやってみるか。はい、テンション。だからこれがね、薬丸なら